角川ホラー文庫は角川が発行する文庫レーベル。ホラー小説が中心。1993年4月創刊。あらゆるジャンルの恐怖が味わえる作品を提供している。日本ホラー小説大賞や有階段文学賞を受賞した作品のほか、書き下ろしの作品も収録されている。樹ン、黒百合団地など、ホラー映画のノベライズが特徴。近年では、 大と文芸に属する作品も目立つ。2013年9月までは、角川書店が発行していた。現役作家の作品の他に、江戸川乱歩や横見女性史、夢の旧桜ぶっ子作家の作品も収められている。本文庫のマークは、アルファベットの H の文字を図案化したものである。白い部屋で月の歌を、近和みなと人 横丁カフェウェーブ本の雑誌20の悪夢角川ホラー文庫相刊20周年記念アンソロジー本本とネットストア初期の角川ホラー文庫のしおりにあらゆるホラーのニュージャンルとの表記がある爬虫館事件横溝静止他著セブンネットショッピング平成11年13,459号著作権に基づく損害賠償等請求事件 著作権判例データベース、ありがとうございます。